テス教則本の第1巻のレッスンとしては最終回になります。皆さん、ついてきてくださってありがとうございます。音階練習の方はなんと、フラットが6つ、そして、残りシャープが7つ、フラットが7つ、ものすごいことになっています。ですけれども、音階というのはドレミファソラシド、どの音から始まってもドレミファソラシドっていう、音の感覚なんですね。つまり、ドとレの間が全音、レとミの間が全音、そしてミとファが半音っていう感じで、全音全音半音、また全音全音全音半音で、できてるんですね。なのでどの音から始まってもこの音階っていうのは、こういう並びなので、音階に聞こえるわけですね。ですのでゲスドゥはソのフラットから始まっているとしても、絶対音感がある人は、あ、今のはゲスドゥアだってわかると思うんですけども、別にそんなの関係ないと思う人にはただのドレミファソラシドに聞こえるものなんですね。なので、胃腸してってるものだと思えばそんなに、複雑なことではないんです。ですけども、フラットが6つとかシャープが7つとかついちゃったら、うわー大変だって、こうその見ただけでこうなんとなくこう、あ、ちょっと無理かもみたいに引けてしまうと思うんですけれども、そういうことを、コツコツとこうシャープやフラットを増やしながら、そういうちょっとアレルギー反応に似たものを、こう慣れてって、だんだんあのへっちゃらになってってほしいなっていう感じで、調合が増えてってるようになっています。しかも、ゲスドゥアっていうのはですね、もう皆さんすでに練習してるんですね。ゲス、ソのフラットっていうのはファのシャープのことですので、この前にやっているフィスドゥアと全く同じことなんです。ですからもうフィスドゥアが吹けたっていう人はゲスドゥアも、実は吹けるんですね。そう思って考えますと、フラット7つのチスドゥアは、チス、ドのフラットっていうことはシのナチュラルと一緒ですから、ハードは、ロッチョウチョウと一緒なんですね。ですからもうすでに練習してますということで、これはあの意識を、こうなんかこう高く見えてたハードルを、なるべく低く感じるように、聞きながら、そして聞いた音が楽譜に書かれるとこうなってるんだっていうことを、結びつけて納得して、吹くっていう、そういう練習だと思っていただけたらもうそれで十分じゃないかなと思います。一応あのゲスドゥア吹いておきますね。息が足りなくなったので少し早く吹きます。まあ、こういう感じで、まあ、一息で吹ける速さで吹けるようになろうとかね、いろいろ、工夫して練習していただければ、そういろんなレベルに対応して、音階は練習できますので、ぜひ、これはあの、難しいと思わずに、できなかったことができるようになるための、練習だと思って楽しい気分で練習してください。そうするといつの間にかあの簡単に思えるようになっていると思いますので、ぜひ、長い目で頑張りましょう。では、
後ろのミニオンエチュード、20番を、演奏をまずしてみたいと思います。曲について解説していきます。まずアンダンテカンタービレですね。アンダンテカンタービレっていう、こうチャイコフスキーの、弦楽四重奏の曲もありますけれども、歩くような感じで、歌う、なんかこう気分よくね、歩いて歌う感じにしたいですね。そして、調合はフラットが1つ、F ドゥアですね、四分の三、三拍子です。ピアノ、ドルチェ。もう本当に順番に左上から読むんですね。もうこれは今までの回でも言ってますので、皆さん、習慣になるといいなと思います。テーマがあります。ソファっていう装飾音符が、四分音符のファの音と次のミの音の間にありますね。ソファミってこうミに引っ掛けるような感じで、軽やかに、そしてその軽やかな感じが譜点に乗って進んで、上がっていきますね。メロディーの中心は、飛んで、F ドアの音階のようにだんだんこうメロディーが上がっていきますね。なので本当に音階っていうのは、いろんなメロディーありますけども、音階とアルペジオでほとんどできてると思っても過言ではないぐらいですので、音階練習ここでもしっかり生きてくると思います。そしてメロディーは、さらにオクターブ上がっていきます。そして、降りてきて落ち着きます。そして新しいフレーズが、ここもなんだか音階と
アルペジオチックな感じですね。ここで、C のナチュラルが出てきてますので、まあ、わざわざこう転調というほどじゃないですけど、ソラシドレミなんかちょっとね、波長調のような感じでもありますし、そういう風にしながらこう曲の雰囲気を変えていってますね。ここで、ファーミレードちょっと跳ねながら、8分音符のおしまいスラーの2つ目の音が16分音符16分9符と短くなってちょっと跳ねてます。スラーっていうのはもともと少しこう、収まるようなディミネンドが軽くかかるように演奏するととても雰囲気が柔らかくなります。ここではもうディミネンドを楽譜に書いてくれてますね。2つの音がねこう収まるように、柔らかく音を弾ませてみましょう。でそれでここも、クレシェンドの真ん中が膨らむように、でレドミレドシラソレドミレ、これは実は解説するとレの音を中心に、こうアポジャトゥーラってかかってるんですね。アポジャトゥーラ、こう説明すると長くなりますけど、レの音に対してドミレって経過しながらレの音に、こう集まっていくような感じで、で音階同じようにドの音の周りを回ってパターンが3回ありますね。でさっきってやってたような感じのこうスラーにディミネンド、これに装飾音符がついてますね。より最初の音をこう飾っている感じで、ちょっと軽いアクセントをつけて柔らかくディミネンドして弾みましょう。そしてまた同じことをちょっとメゾピアノちっちゃく吹いて、3回同じことが出るんですけど、3回目はやっぱり変化して次に発展していかないと、堂々巡りになりますので、ここのところでまた音階で下がってまた音階で上がっていくところ、スラーの中にスタッカートがついてちょっと柔らかく弾むんですけれども、ファーソーラシードって上がっていくところでクレッシェンドして、なおかつリテヌート、ちょっと盛り上げて新しい世界に進んでいく感じですね。そうすると次転調してフラットが2つになって、F ドアから B ドアになってますね。メゾフォルテでちょっとね、あったかくたっぷり、明るい感じになってます。ソファソラソのところ、ソの音にスフォルツァンドはちょっとね、アクセントで強調してますね。そしてで、新しく、フォルテが初めて出てきました。音もドレミミソファソ、一番高い音が出てますね。ここを一番こうなんか太陽のようにあったかく盛り上げたいところです。そしてまた今度、ピアノで大きな音からちょっと、柔らかくね、そっとソファソラソ、2回目出てきた時はラの装飾音符がつきました。音楽っていうのはね、同じことを繰り返すとマンネリするので何か工夫して変えるんです。なのでここはメゾフォルテでスタートしたもの、4小節同じことが出てくる時は今度はピアノになって装飾音符もつけたんですね。ちっちゃくなりました。そしてまた今度、ちょっと雰囲気を変えて
ベイドゥアで冒険したんですけれども、やっぱりちょっと、F ドゥアが恋しくなって、ちょっとずつ、帰っていくような感じですかね。音もちっちゃく、ピアニッシモっていう感じで、リテヌート、だんだんテンポもゆっくりになってきます。そして、ディミネンドして、ふっと消えて、ここは細かいですけれども、最後の16分布が短くなって、32分布になって、32分9分になって、でそこに、コロン、フェルマータがついてますね。このこうちょっと下までふっとまた我に返って、元にいた、胡蝶というかですね、エフドゥアに戻ってきます。同じことをやりますけれどもね、ちょっと懐かしい感じでリラックスして吹けるんじゃないでしょうか。そして、最後はやっぱりコーダ、同じことして終わらないで、やっぱりちょっと変化をつけて盛り上げて終わりますね。まあ皆さん、何が言いたいかわかるでしょうか。同じパターンが3回出てきて、アクセントのところは、メロディーになってるっていうことですね。大きなメロディーですね。自然にこう順次進行しながら降りていきますね。その間にタタララタタラランタタララタタララン、合いの手を打ってます。ここはやっぱりスタッカートとスラー、これを綺麗にかけてあげたいですね。タンギングをどこでするか、どこまでスラーでつなげるかっていうことを、ちょっと注意しながら吹いてみましょう。で、同じことが出てくるんですけども、これはもう、終わり、曲の終わりが見えてますから、エコーでちっちゃくするよりも、人数が増えて賑やかになるような感じで、ピアノでやってたことをメゾフォルテで、同じことをやります。で、最後はフォルテ、最後休符にフルマータがついてます。これで、本当におしまいになりましたって、こうなんかこうね、区切りがついてほっとしてるような感じですかね。まあそういう風に曲っていうのはいい曲ですね。まあ本当にこのエチュードはそれぞれ短い、簡単な無伴奏の曲ですけれども、とても曲の構成がオーソドックスにまとまっていて、いろいろなことを勉強する内容が、本当にクラシックの曲の内容がいっぱい入ってますので、ぜひ、吹きながらいろんな発見もあると思いますので、ぜひ、なんていうんですかね、レパートリーとして、相性かじゃないですね、なんかこうレパートリーとして楽しく、吹き込んでいってほしいなと思います。では、恒例のデートで、まとめましょう。チューニング、442でどうぞ。では、3拍子ですので、1、2、3、タンディララーラ、3つカウントしますので、一緒にデュエットしましょう。1、2、3。
いかがだったでしょうか。アルテス、教則本の第1巻、無事終了しました。なかなか、完璧に吹くっていうのは難しいんですけれども、本当に上を目指すっていうのはキリがないんですけれども、ある程度、自分ができるようになったと思ったらどんどん進んでいって、難しかったことを後で振り返ってみるっていうのも、もう一回吹いてみると、前できなかったことが少し、楽に吹けるようになったとか、自分が成長してきた過程が見えてくると思いますので。